選び方。レンズのデニールって難しいって思われる方も多いと思うんですが、今回は履き比べをしながらおすすめの気温やシーンに合わせてご紹介していきたいと思います。昼間は暖かいけど朝晩が涼しくなってきたら30デニール。薄手で全体的に肌が透けて見えます。履き心地はもちろん見た目も暑くならず、秋のタイツコーデにおすすめです。朝晩にアウターが必要になってきたら60デニール。ほんのり肌が透けて見えます。綺麗めに履きたいお仕事着にもぴったりです。薄手のニットを着たり、冬が近づいてきたなぁと感じたら80デニール。ほとんど透け感はありませんが、足を曲げると膝上が少しだけ透けます。一番綺麗に発色するので、カラータイツを選ぶ時も80デニールがおすすめです。厚手のアウターにニットを着始めたら110デニール。しっかり防寒したい時に選んでください。いかがでしたでしょうか。高評価やお気に入りに登録をして、お出かけの前にもう一度見直してみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。